はい、こんにちは。今日なんですけれども、5分間一緒に大胸筋を鍛えていきたいと思います。去年から一緒にトレーニングしようシリーズ、まあ、15分腹筋とは別に、軽めのウエイトを使って目的の部位を、鍛えていくというワークアウトのトレーニング動画を出したんですけれども、これからできる範囲で、まあ、動画を出していければいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、今日の一緒に鍛えていく部位は、大胸筋でございます。一緒にまあ5分間しっかりと大胸筋を追い込んで鍛えていきましょう。使うものがあります。まず1つ目、ほい、枕です。で、枕がなかったら、まあ、ブランケットとかでもいいんですけれども、高さの少しあるものを選んでください。僕の場合は今回は枕2つ使います。はい、で次、ダンベルです。ボディメイクをするにあたってやっぱりダンベルは必要になってきますので、しっかりと今日もダンベルを使っていきます。はい、でダンベルの重量の設定なんですけれども、1種目目と2種目目に行うトレーニング、これ連続で行っていきます。行っていく上で1種目目10回、2種目目10回できる重量のダンベルを選びます。はい、それでは早速一緒にやっていくワークアウトを今から紹介したいと思います。はい、ではまず最初は、この枕重ねます。で、このまま縦に置いて寝ます。で、そこから腰を上げます。はい、ブリッジした状態、まあ、デクラインの状態を作ります。で、ここからダンベルを使っていきます。まず最初はダンベルフライです。で、まずしっかり胸を開いて伸ばして閉じる。ダンベルを最後くっつけないで真ん中を開けます。はい、イメージで言うと本当にダッチュのみたいなイメージのフィニッシュ心がけてください。はい、で、このダンベルフライを、まず10回やります。最初で、次は、この状態からダンベルフライが終わったら、ダンベルをくっつけます。で、くっつけてここから、これです。ポイントは、ゆっくり下ろす。1、2、3、プレス。1、2、3、プレス。はい、っていう感じです。はい、で、これも最初1セット目10回行います。1種目目、2種目目各10回ずつできる、1セット目に各10回ずつできる重量を選択してダンベルを使ってください。で、これプラス、自重の、腕立て伏せの、まあ、ちょっと変形を行います。はい、普通の腕立て伏せ、ここからこう指先を外側に向けます。はい、で、このまま腕立て伏せをするんですけれども、全てをこう上げきらないで、ここから曲げたら途中で止める。3分の1ぐらい止める。それをずっと繰り返します。3、4、5、はい、6、7、8、で、9。最後の10回目で上げる。で、これが、最後、腕立て伏せでございます。で、この3種目を5分間一緒にやっていきたいと思います。はい、じゃあスタートポジションついていきまーす。はい、しっかり寝てブリッジ作る。はい、で、ダンベル持って、はい、いきまーす。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ダンベル閉じる。プレス。1、2、3、4、5、ゆっくり、6、7、8、9、10。はい、チェンジ、腕立て。
はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、アップ10。はい、じゃあフライいきまーす。はい、いくよー。フライで1、2、3、4、閉じないで5、効かせるところで止める、6、7、8、9。はい、ダンベルくっつけるプレス頑張って、1、はい、クリーク2、3、4、5、ゆっくり、6、7、8、9、10。はい、アップシャップ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、アップ10。オッケー、はい、チェンジフライ、もう少し頑張ろう、はい、いくよ、せーの、開く、はい、1、2、3、4、はい、いく、ゴー、6、7、いいよ、8、9、ラスト10、 OK、 プレス、ゆっくり1、2、3、アップ、1、2、いいよ、3、4、そう、ゴー、頑張れ、6、そう、大胸筋意識、7、8、いいよ、頑張れ、9、ラスト10、 OK、 最後立て、いこう、いくよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと5回、10、1、2、3、4、アップ、はい、OK、 お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうでしたか。だいぶ大胸筋張ってるとは思うんですけれども、今日の一緒に5分トレーニングシリーズはこれで終了です。お疲れ様でした。ウェイトを使っているんですけれども、まあ、重量も軽いですし、いつもよりも高重量を扱っている時だとこうねチーティングを使ってしまって意識できないことがあるんですけれども、低重量の、ウェイトを使うことによって自分の体のこうどこの筋肉にしっかり効いているか確認しながらトレーニングができると思いますので、だいぶ効いてると思いますので、また一緒にトレーニングしましょう。そうで、今日、これ最初これブリッジを作りながらダンベルは使ってやるんですけれども、その時に多分お尻が痛くなった人とか結構いると思うんですよ。まあ普段スクワットやってない人とかはやっぱりちょっとね、お尻の筋肉とかも弱まってるので、
男の人もやっぱり、ね、あのお尻が垂れてるよりは上がってる方が断然かっこいいので、はい、それもね、あの効果が少しは期待できるので、これからも続けてみてください。はい、それではお疲れ様でした。